こんにちは、ハイゲンドウです。今日はラインオブサイトっていうゲームを始めたんでね、最近始めた1月31日にリリースされたゲームなんで早速やっていきます。まああんまりね、どんな FPS かって調べてないんでね、まあ、やりながらどんな感じなのかっていうのを知っていきましょう。ということで、チームデスマッチ。おっと、敵が、どれが敵だかよくわからん。あ、なんか、体の周りが赤かったよね、さっきね。あれか、あれが敵か。え？まあ、武器はね、初期武器かな？これ M4。M4 使ってます。まあ、お馴染みだよね。M4、AK、G36C あたり、お馴染みの武器があるみたいなんで、それ使ってますね。どうだろうな。結構反動が、まあ、何と比べてですか？ブラックス、最近やってる FPS ブラックスクワットなんだけど、おっと、ダブルキルしていく。反動が結構強いような気がするか。いて、やられた。なんかね、これ、アジアサーバーで今プレイしてるんだけど、日本人がそんなにいないかな。なんか、部屋入っても一人か二人ぐらいしかいないです、日本人。おっと。まあ、普通の FPS っていう感じなんですかね。どんなモードあるかもまだあんま見てないんで、適当にやっていきます。で、なんかこのマップが狭いな。なんか端から端がもう簡単に見渡せるぐらい。めっちゃ狭くない？このマップ。ちょっと遠くにいる。あれはスナイパーか。ちょっとこの M4 あんまり遠く当たらないから、近づいて、なんか光った。近づいて撃っていきましょう。よし、キルして、一人やって、ダブルキル。ダブルキル。ハンドガンでマルチキル。おっと、やられる。あの辺が相手のリスポン地点なのかな？なんか開始してすぐちょっと出れば、もうリスポン地点が見えるぐらい狭いよね、この部屋。部屋、マップか。なんか、外出そんな良くないかな？まあ普通かな？良くも悪くもないっていう。普通な感じですね。ヘッドを狙っていく。もうめっちゃジャンプしながら向かってくるやついるよ。ハンドガンの音がなんか好きだな。これなんか覗かないとあんま当たんないかもな。なんかブラスクとかって覗かないでも全然当たるんだけど、このゲームは覗かないと当たんないですね。あのコールオブデューティー寄りなのかな。そういっちゃそういった感じだと。で、これ6000ポイント取ったら、勝ちか。一人倒すと40。なんで、250キルすりゃ勝ちかな。違うか、150か。わかんねえや。いやー、マップ狭っ。めっちゃなんか狭いな、俺。おーっとー、待ち構えてますね。もうちょっとね、プレイしてる時間帯が深夜ってのもあって、若干眠いんだけど、まあ眠いなりにね、1取っていこうと思いますよ。日本人がね、あんまりいないね、ほんとに。韓国とか多いのかな。キルして、もう一人ダブルキルしていく。あそこの奥にね、すぐリスポン地点があるから、もうなんか無敵、あんまりね、近づくと無敵時間中にやられちゃうんで、ある一定の距離を守って。おっと、あれね、なんか薄いやつが無敵なんだよね。無敵なのにバンバン撃ってくるからもう恐ろしいわ。ちょっと覗いて。おっと、当たらない。やられた。おっと、スナイパーか。スナイパーに撃たれてしまった。このゲーム、スナイパー一発なのかね？何発か当てなきゃダメなのかな？いた。頭を狙っていきたいが、なかなか当たらない。リロードして、撃っていく。ぴょんぴょん入ってんの。おっと、いて。やべ、ここもうリスポンス点だ。やべ、すげえいる。おっと、狙い放題か。
いいですね。で、一人キルして、横からキルしていく。やべ、怖えな。おっと、あ、やべ、バレた、バレた。バレちゃいましたね。まあ、という感じで、あとこうやってね、ただ延々と打ち合うだけなのかな。なんかね、見たことないモードもあったからね。危ねえよね、グレ飛んできた。見たことないモードあったからね、ちょっとそれもやっていきたいっすね。次それやってちょっと動画にしようかと思います。おっと、目の前にいる？もうこれなんか、飛んでる時に足バタバタさせてるのが滑稽なんだが。これなんかジャンプが結構あれだな。高い位置までジャンプできるな。ぴょん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 跳ねて、跳ねて打って、もうウサギですか？あなたたち。グレを適当に投げてくる。またね。おっと、人いた。ヘッドショットして。ここ取るとなんか強そうだよね。横から。おっと、後ろ、背中を打って。いいね、ここ。L 字を取って、敵を追い詰めて。おっと、目の前に。あー、まあ、腰ため打ち良くねえな、やっぱこれ。おっと、あ、グレが飛んできた。いででででで、当たってないか。ほら、キルして、もう一人。あ、やられた。やられちゃいました。なんかそこらかしこにドクロマックついてるな。奥、もう一人もう一人。で、手前にいたやつは味方が倒してくれたかな。これか、あ、めっちゃ勝ってっしょ、これ。もう6000いっちゃうよ、こっちのチーム。なんか味方が優秀ですね。味方が強いんで。あー、でも結構集団性はいいですね。つまり今ジャンプしながらでも当たったぞ。またグレを適当に投げて。なんだ、なんかグレのやつ取った。お、終わった。勝ちかな、これ。ビクトリー。なかなか新鮮ですね。マップはね、マップ新しいとやっぱ新鮮な気持ちで遊べますね。ラインオブサイト。これどういう意味なんだ？ラインオブサイトって。ああ、なんか、ブースターと邪魔がアンロック。ああ、なんかスキルとかもあるみたいだね。今度ちょっとそこら辺も説明、なんかいろいろ調べて説明しようかなと思います。ってな感じで今日はここまで以上です。